じゃあ何ですか？ん？明太子。明太子のおにぎり。今日は何をする日ですか？今日はうちの事務所のホームページをリニューアルするから、それに伴って所属してるタレントさんも込みで宣材写真も撮り直そうっていうので、今日はスタジオに来ております。堀口守さんのスタジオ。そんな不安げに言うね。まあ間違って言ったら大変失礼なことだからね。だから見て、今日衣装もね、自分の可愛いの着て、あれなのよ、今日も衣装もね、ね、素敵な、あゆみみつかねさんっていうところのブランド提供してもらって、みんなオシャンティに着ていくわけよ。楽しみだね。うん、いやほんといつもブスッとしてるから、たまにはなんかな、優しい表情の写真撮りたいよな。そうやんな、そうしたい。もうぜひよろしくお願いします。今日はお願いします。これ見ても鼻くそほじれんで、これ見てください。ゆぬここさんっていうところのジェンダーレスな大きなサイズでもう着れるヒールであったりとか、ちょっとあの足の毛写さんとって、ちょっとすごい毛があれやから。アシアちゃん、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。どうしたの、元気だ。もう年末疲れた。1年の疲れが溜まって今ピークですね。じゃあ今日はね、実はもう年末の、今日12月もう何日だ、28か、うん、であと数日したらまた2022年になるような感じやけど。すごいだよ、実感わかんねえけど全然。どう、アシアちゃん、去年で一番印象的やったこととか思い出に残ってることは何？うん、まあ最近だけど、10月ぐらい秋田も行ったんですけど、うんうん、20年ぶりぐらい犬触りました。秋田犬。そう、秋田犬を触ったんですよ。で、犬ずっと怖くても触るのもちろんダメだったし。そうや、そうや。で、そのなんか小さい時噛まれたとか。そうそうそう、ロシアの時はね、噛まれたことあったから。スーちゃんっているんだけど、その秋田犬のスーちゃんならも触れる。その子限定やね。猫とかそういうのはどうなん？猫は好き。あ、そういうのは大丈夫なの、ね、犬みたいな男は好き。あ、それは好き。好き。表情が変わった。だからいいもんね。急に元気になったよ。ね、来年はさ、どんな1年にしたいとかある？キカですかね。あ、頑張ってるもんな、今キカするの。キカしたらもう名前も決まってんの？あ、そうそうそう、名前も動画で発表。え、何？何にしたの？アシア。そのまま漢字に当てる？うん、漢字、明るいに砂って書いてある。あ、いいやんいいやん。名字は？安住の。安住のアシア。すごいね、なんか、なんかかっこいい。俺もなんか、俺サオトメにしようかな。あ、ブラス、武士の武に、羅生門の羅に、おうちの巣。ほんまか？適当に言ってるから。サオトメはわかる。サオトメとかかっこいいよな。サオトメブラス。まあ、サオがね、一番。サオはありゃ、でも、サオやね。竹やサオだけのサオやね。ピー。え、じゃあうち何したらええねん、そんな言ったらね。いや、だからアシアの兄、明るいに。で。で。レって感じある？綺麗のレ。あー、いいやん、あれちょっとオイラーやけど、明るいに綺麗のレーレあれ。おめっちゃ呼ばれるとき結構難しいよね。あれ、あれさ、ちょっと舌巻くんでしょ、しかも。あれさ、あら、ツヤのある女たちが来たよ。ツヤツヤよ。ツヤツヤやな。カピカピなのに。ねー、ラテンガールズです。ディアナと
バネちゃんです。バネさんです。ディアナちゃんはこう見えて、ムエタイのね、バシコシやってんだよね。やってました。しばらくいらんこと聞いたら。そう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 。ほんで普通の人間。普通の人間です。2021年はどんな年でした？それぞれなんか思い出ある？一番の思い出はこれだみたいな。実家が柴犬を飼った。めっちゃコロンビア人のお母さんが柴犬連れて歩いてる。うちも実家がダルメシアンか。おー、あっぽい。めっちゃおしゃれ。めっちゃロシア人がダルメシアン連れてる。バヌサちゃんは？あの弟に姪っ子が2人目生まれるぐらいかな。おめでとうやん。焦るね。今期伸ばしまくってる。欲しいの？いずれ欲しいけど、なんか無理やり結婚はしたくないじゃないですか。だからとりあえずはしばらく一人で頑張ろうかな。来年どんな年にしたいの？来年2022年。攻めたいな。攻めたいの？攻めたい。どっかの国の大統領にでもなるつもり。夫人夫人。YouTube とかもやっていくの、うん、今後？あね、これから。あね、全然最近撮れてないから。なんか仲良く持ってる。だから個人的によ、うん、個人的に見てるとあれあんま仲良くないんかなって思えちゃうのよ。違くてあっすりしてるのよ。でも本当にこういうクール系のキャラ、タトゥーです。タトゥーみたいな。タトゥーが出てくるあたりがさ、ちょっとあれよ、年バレるよ。じゃあまあタトゥーのように今年は世界をワールドワイドにかけてドタキャンします。ドタキャンをします。はい、ということでね、ジュリアちゃん、ジュリアちゃんはどこの国？はい、私はラトビア。ラトビア、ラトビアでバルト三国？あ、そうですそうです。やんな。けどあの生まれがカナダで、育ちが福井県で、でもカナダの血は入ってなくてラトビアと日本。意味わからへんよな。だからカナダでラトビアの夫婦の間で生まれて日本で育ったんや。日本で育った。どんなことやってんの最近は？ミスユニバースのファイナリストとして。それは日本の？日本の世界代表を決める大会。どういうこと？じゃあ次出るってこと？あ、一応トップ12の中に選ばれて、うん、そこからはちょっとグランプリにはなれなかったんだけど。ミスユニバースで一番何が大変やった？やるの見てもらうことが大変だった。目立つってこと？そう、みんな個性があるから埋もれるんですよ。自分を出さんかったらもう本当にもうちょっと影にいってるネズミちゃんみたいな感じになっちゃうから、それをこう表に出すために自分をこう出さなきゃいけない。それのために何やったの？アピール、私見てみたいな。メイクしたり髪の毛こうやったり。こういう感じ。分かった。なんでならさ、ミスユニバースって髪の毛こんなんやってんのかなって。髪の毛こんなんやってんの。やばい、目立つためなんやな。そう、振ったもん勝ち。髪の毛を頭振るのだけは上手くなった。ちょっと見て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 。おおおちょっと待って、ちょっと待って、あれで終わりかと思ったらまだったっていうね。まだった。ちょっとおもろいな。ミスユニバーストークでまた別で動画撮りたいわ。いつでもいつでも撮りたいよね。来年は 何するの？来年はいろんなこう挑戦の年にしようと思って、今までやってこなかったことに。例えば何やりたい？食レポとかやってみたいな。あー、ね、難しいでー。そう、あれもうほんま一番難しい。だっけやべ、食レポ。ふくよかな人が食べてる方が美味しそうに見えるとかあって、こんな、なんか寝不足ゾンビとかね、あだ名がつけられるようなやつが食べても美味しく見えへんらしいね。大変なんですね。俺もコツ分かってん、うん、箸あるやろ。我々は先っぽポッポッて取るだけやんか。そうちゃうねん。これギャルソンで見て気づいてんけど、箸の3分の2ぐらいポッて中に入れて。ああ。いやでもね、たまに食べてる時ちょっと心配になることある。ぶっ刺さってないかな、箸が。確かに確かに。え、俺？そう、俺もここ長いね。そう、自慢しないで。誰よりまで奥まで入るから。自慢しない。だから箸めっちゃそうやん。じゃあぜひぜひその食リポとか応援してます。ぜひ今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。